チャンネル。さあ、2020年日本シリーズソフトバンク対巨人、第3戦、結果から言いますとですね、ソフトバンクの4対0で勝利、日本シリーズ3連勝という形に、ね、なりましたね。巨人はね、9回最後に丸がヒットを打って、継投ですけどもノーヒットノーランされるところを、防いだっていうところのね、試合を振り返っていきたいと思いますけども、ホークスファンの皆さんも3連敗しているジャイアンツファンの皆さんも、プロ野球ファンの皆さん、ぜひしっかり、佐々木チェック聞いてください。昨日の動画、月曜日かの動画、なんと急上昇6位まで来まして、ありがとうございます。今日も急上昇を目指して頑張りたいと思います。さあ、というところで、振り返っていくとね、ムーは7回93球、ノーヒット5三振2つのフォアボール、そして無失点、そしてサンチェスが6回3分の192球6安打7三振、西球3失点っていうね、いう形になりましたけど、巨人はね、全体的に、土曜日の試合、千賀の試合は、フォークをしっかり見逃していくというところで、ストレートを反対方向で、ここをストレート仕留めきれずね、結局はどっちつかずになったっていうところもありますし、日曜日の試合、石川のね、テンポの速さっていうところについていけず、全くタイミングが合わせられなかった。さあ、月曜日の休みを挟んで、どうなったかっていうね、注目どころでしたけども、今日の、火曜日の試合、ムーアに対して、またも全くタイミングを合わせることができないっていうね、なかなか厳しいバッティングになりましたね。ストレートは差し込まれる、変化球は泳ぐ、でワンバン振ってしまうと、見てても正直、なかなかヒットが出ないんじゃないのかなっていうようなね、タイミングの取り方に見えましたけど、なかなか厳しかったかなと。その中でもね、やっぱいきなり初回、吉川がね、ショートゴロ、これをショート牧原が好投してしまい、悪送球で、ここでスタンドに入ってね、ノーアウト2塁、もう最高のこの日本シリーズの流れを一気に変えられる最高の状況になった時に、ノーアウト2塁から2番松原、バント失敗、キャッチャーゴロになってね、その回がサードに投げて、挟まれながら、残って、松原がね、ランナーアウトになりましたけど、ここでバントを送れなかったのが正直痛かった、バッとねっていうところで、そのワンアウトにで坂本がね、インコース、詰まりながら、差し込まれながら、最後はね、チェンジアップの緩急、全くタイミングが合わず三振で、岡本はインコースどんどん投げられながら、タイミングが合わず、最後はね、ボテボテのショートゴロ、初回のビッグチャンスをものにできないっていうね、非常に嫌な流れで。始まった、いい流れでね、エラーしておいくぞっていうね、この試合状況の展開全てが変わる可能性があったこの牧原の大暴投で、どうなるかっていうね、そのチャンスをものにできないっていうね、このジャイアンツ打線の苦しさ、ここね、松原がバントをしっかり送ってれば、多分ソフトバンクの傾向でいうと、初回から内野が前進守備することないんで、坂本がね、当てにいってでも内野ゴロ打っておけば、1点はね、ノーヒットで入ったっていう状況を作れただけに、このバント失敗っていうのは、正直、今日の試合の一番のキーポイントだったかもわかんない。これを決めてたら、ひょっとしたら勝てたかもしれない。これを決めきれなかったことが、結局、1安打に抑え込まれたっていうね、敗戦につながった、この初回のこの松原のバント、最大のね、キーポイントだったんじゃないのかなと。そしてね、3回かな、ランナー出しながらダブルプレーとか回ったりとか、で5回もね、丸が先頭を粘りながらフォアボール。で、そして、ウィーラーがね、チェンジアップ、サードに、強振して三遊間抜けるかっていうところをマッチがダイビングでファインプレー、グップレー、ね、あそこ抜けてたらノーアウト1塁よりまたもね、ジャイアンツにビッグチャンスっていうところでしたけども、あそこのマッチのね、ファインプレー素晴らしかったなと。で、その後ワンアウト1塁ね、亀井ファーストゴロ、そして、ツーアウト1塁で中島ファーストゴロと、チャンスを生かせずで、6回もね、大城のピッチャーゴロ、ムーアがね取りきれず、好逸とで、ノーアウトでランナー出るも吉川センターフライで、松原がねセンターライナー、いい当たりでしたけどね、柳田の正面、そして坂本が、ね、三振と、ここもノーアウトのランナーを生かしきれず、もう2イニング連続ね、ノーアウトのランナーを生かしきれずっていうところも痛かったし、この6回ね、大城が出た時にこう吉川バントかなと正直思いましたけど、強攻策に打って出てね、凡退という形で、この日本シリーズね、策がなかなかはまらないっていうところもね、きつい戦いになってますけども、そしてね、攻撃では8回。モイネロにね、ピッチャー変わって、ワンアウトから中島デッドボール、3試合連続、ね、これなかなかない。で、代打岸田がね、フォアボール。で、ワンアウト1、2塁チャンスを作って、田中俊太、1球も振らず、最後、カーブにのけぞりながらこう波打って、見逃し三振、これはちょっとね大体出てきていただけないかなと。でその後重信ね、こちら3球三振と、まあ、モイネロがねちょっとバタバタ仕掛けましたけど、まあ、力でね戻しましたけど、ここの後期にもね1本出ず。で9回ねノーヒットできて2アウト、丸がようやくセンター前ヒットを打ってね、まあ、その後ウィーラーが、セカンドフライでゲームセットになりましたけども、まあ、継投でのねノーヒットノーランをね防ぐっていう形になりましたけども、完敗ですね。正直こうなかなか解説するところもない。でもね、まあ、大きな違いはですね、これね最後に言いますね。で逆にソフトバンクサンチェスね、そういやジャイアンツのね先発サンチェス非常に良かった。このねどんどんストライクを投げていく、ボール球を使わずにストライク先行で勝負していく、なかなかね2戦目とか京セラではなかった投球術になりましたけども、でその中でカットボール、そしてスライダーにも似た、なんかカーブなのかな本人は、でもなんかスライダーに似た、球でスプリット、非常に変化球も良かったしストレートも良かった。6回3分の1、3失点、非常にいいピッチングしたんじゃないのかなと思います。その中でもね、ホークス打線3回ねツーアウトから周東が、セカンド内野安打、この吉川がね転がりながらファーストに無理やり投げて暴投でセカンド進塁、あれは投げない勇気、あれをなぜ投げたのか、あの状態でファーストにちゃんと投げれると思ったのか、正直その後ねビッグプレーもあっただけにもったいないね、ああいうこう中途半端なプレーするっていうのはね、あそこは投げない勇気がね非常に必要だったのかなと。でそれで悪送球になってセカンドへ、でこれファーストに残ってればひょっとしたらシュートの盗塁があって、中村晃も最初ねその盗塁を待つために、打席を見送ったりボールを見送ったりしてね、ちょっとリズム感変わったかもしれないがで、まあ、セカンドに得点圏行って全く関係なく自分のリズムでね、対峙できた。でその中で2エンド2からスプリットがね若干落ちきらず、そこをねものの見事にライトへ先制のツーランホームラン、ちょっと行き詰まるね展開、ムーアも素晴らしいピッチングで、立ち上がりサンチェスもね素晴らしいピッチングの中で、このねミスからのツーラン、非常にジャイアンツとしては流れ悪い、ほんとバッドプレーでも、ソフトバンクとしたらグッドホームラン、このね一気に流れをね引き寄せてくるっていう非常に大きなホームランだったんじゃないのかなと。そして6回ね今度は中村がフォアボールで出て、で柳田がねライト前で、それを松原がねちょっと後ろにそらす間に、中村晃が三塁へっていうんで、もし一三塁ねブラシアルショートゴロで、ここを中村晃のねこの3本間挟まれる走塁を粘ってね、ファーストランナーの柳田、そしてバッターのグラシアルを、2塁3塁に進めて、この走塁もね非常に良かったかなと。だからこの日本シリーズ3戦を含めてね、ソフトバンクは走塁にそつかないですよね。こういう細かいところもしっかりできてるっていうところがね、まあ、勝利につながってるのかなと。でワンアウト2、3塁、ここで栗原敬遠、これはもうね原監督のもうギャンブルの勝負で2失点してると。バッティング見ててもなかなかこれはもう得点返せないと、もうこれ2点でなんとか収めなきゃいけないと、もう1点取られるぐらいだったらもう大量失点も一緒やと、ここはもう絶対0点やとっていうところの勝負手、これ一歩間違えればね1点を防ぎにいって大量失点食らうっていう最悪のパターンになる可能性もありましたけども、まあ、これは原監督のねギャンブル勝負手だったんじゃないのかなと。でその中で、デスパイネを、まあ、記録はカーブらしいんですけどスライダー気味のねボール、非常に素晴らしいボールで見逃し三振で、代打長谷川、この初球のストレートをね引っ張り込んで、今度は吉川がねダイビングでナイスキャッチで、ファーストへグッドスローで長谷川がねヘッドスライディング届かずっていうね、なんかこの一瞬は本当に日本シリーズのプロとプロのねこの駆け引き、そしてナイスプレー、必死さ全てがね集約してた、非常に素晴らしい展開だったかなと。原監督のね勝負手が、決まって、それを吉川がねしっかり防ぐ、長谷川もナイスバッティングだった、まあ、ここをね0点に抑えて一気にね流れが変わるかっていうところでしたけどね。で7回表はねジャイアンツがやっぱ得点できず、このねピンチの後にチャンスありっていうねチャンスもなかったっていうぐらいのねムーアのね好投でしたけども、そして7回裏今度はマッチがね最後カットスライダー系でいくかなと思いきやストレートがね甘めに入って、それを引っ張り込まれて三遊間抜けていくってね、あそこはカットでよかったんじゃないのかなってね。で甲斐がバントでワンアウト二塁になって、ここでピッチャー交代高梨、まあ、これはね順当な交代だったんじゃないのかなと。サンチェスもね非常にいいピッチングして、ここでからね、まあ、リリーフ陣でいこうというところで高梨がシュートにデッドボール、ワンアウト1、2塁になって、ここでねまあ、日本放送で解説を聞いてくれてた皆さんのは分かると思うんですけども、まず聞いてないよっていう方はラジコタイムフリーで聞けるんでねぜひ聞いてもらいたいんですけども、このジャイアンツのね外野の守備位置が定位置前進守備作ってなかったんですよね。まあ、前回ねその前のイニングもう1点もやらない0点でいくんやっていうその申告敬遠があったっていうところも考えると、もうこれ1点勝負してんのかなって感じましたけど、外野がほぼ定位置で前進守備引かず、これ外野にヒット出たらセカンドランナーの松田選手一気にホーム帰ってくるんじゃないのかな、この外野ちょっと深すぎるんじゃないのかなっていうね、ところでちょっと心配してましたけども、その時にね、中村晃が2エンド2からライトへねヒット、これもね2ストライク目のアウトコースのストレートを全く着払いの無反応、もう変化球待ってますよみたいなね、体勢の空振りでしたけど、2ボール2ストライク追い込んで、でスライダー行くんですよね。でそれは甘めに入って、ものの見事に中村晃に仕留められるっていうね、これもちょっとね教科書通りの配球すぎたかなと。このストレートのね、この見逃し方見てると続けてもよかったんじゃないのかな、結果論になりますけどね。でも結果的に見ても、その前のタイミングの取り方見ても中村晃のね待ち具合っていうのが、勝ったんじゃないのかなと。でこれがねスライダーをライトへヒットで、ライトの松原選手は定位置にいたため本塁、松田選手悠々ホームイン、ちょっとここの外野の守備位置がねっていうようなね、感じに見えましたけどね。その後柳田選手はね、今度変化球待ちのところをストレート見逃し三振、ここができたんですよね。だからこれを中村晃選手の時にジャイアンツバッテリーをねやりたかったかなと。でここでグラシアル迎えて、ピッチャー交代大竹で、シュートスライダーで、行ってたところ、今日の試合ねグラシアル外のスライダーね非常にうまく使いながら抑えてたんで、多分それを最後まで貫き通したいっていうところで、その気持ちは分かるんですけども、グラシアルがその上行って最後アウトコースのスライダーをしっかりコンパクトに打って仕留めて、ライトへタイムリー、ツーアウト一三塁からこの4点目でもうジエンドっていうね、感じの試合展開見えましたけども、今日のね一番の注目ところの試合の最初の立ち上がり、これだいぶ違うなと思ったのは、巨人打線1巡目吉川丸以外ファーストストライク微動だにして振らないで、吉川と丸は積極的に初球からね振っていってたんですけど、これも2打席目以降も同じだったんですけども、特に1巡目他の選手はファーストストライク振らない、振らないのかタイミングが合ってないのか分からないんですけど、全く受け身のね姿勢に見えましたね。で逆にソフトバンク1巡目初球からどんどん振っていくで、初回なんて 1、2 番2球で2アウトですからね。でもこの振っていきながらタイミングを合わす、巨人のね選手たちも対ムーア初対戦で、も逆にホークスの選手たちも対サンチェス初対戦だから、この1巡目でいうとジャイアンツはムーアの球を見ていこうとっていうように見えたし、ソフトバンクはサンチェスの球を打ちに行ってタイミングを合わそうっていうように見えたんですね。で結果的に後者の打ちに行ってタイミングを合わそうっていうように仕掛けた方が、結果的には安打を打ってホームランも打って得点したかなと。逆に待ちの姿勢に入ったジャイアンツはもう後手後手になって、ストレートは差し込まれる、変化球はタイミング合わないで空振りしてしまうっていうね、今日の試合もちょっとどっちつかずの対応になってしまったのかなと思いますね。だからここがポイントで、これがチームオーダーなのかそれとも個人としてやってるのかわからないですけど、まずストレートをね引っ張り込めてないんですよね。今日ストレートを引っ張り込めたのは3ボールからムーアに対してストレートを打った坂本選手が、ライトのね後方のフライになりましたけど、強い打球で引っ張り込めたのはあれぐらいじゃないのかな、ストレートをね。あと変化球で引っ張り込めたっていうのはね、ウィーラーの三遊間のね、マッチがナイスプレーをした打球とかもありましたけども、ストレートをね引っ張り込めるタイミングで待ててないっていうところがちょっと気になるんですね。だからチームオーダーなのか個人としてそうやってやってるのか、もうちょっとねストレートを引っ張る形でタイミングを待っていかないと若干厳しいかなと。逆にホークスはもうどんどん低めの変化球でもどんどん振りに行く中でタイミングを合わせていくっていうね、形を取った結果得点に結びつけた、結果論かもわからないですけども、こういう試合の展開を見てると大きく打線の対応の仕方っていうのはソフトバンクと巨人では大きな違いがあったかなと思いますね。明日の先発がソフトバンク和田、ジャイアンツがね畠になりますけども、和田はねムーアほどの力はないにしても、だからしっかりストレートを引っ張り込めるようなねタイミングで待ちたいかなと。あと今日代打陣ね右がなかなかいなかったっていうことを考えると、打線の変更もねジャイアンツしていかなきゃいけないのかなと。でそう考えると陽、石川っていうところをスターティングラインナップにもう思い切って入れるっていうのもね、一つの手かなと感じるところもありますね。逆にホークスは今まで同様今日と同じような打線でいくのかなっていうね、感じはありますけども、まあもうね、崖っぷちジャイアンツはね3敗と、もう明日負けたら終わりというところになりますから、まあどういうね展開になるのか。あとソフトバンクはね、今日の試合も、ジャイアンツに先制を許さずっていうところでしたから、なんか4連勝は結構今まで9試合かな、なんかあるらしいんですけども、一度も相手チームに先制されることなく、日本一になったのは2005年のロッテだけらしいんですよね、過去70回の日本シリーズでは。だから今回もし明日の試合、ソフトバンクがジャイアンツに先制されることなく勝てば、2度目の先制されることない日本シリーズ全勝っていうね形になる、まあ、どういう試合になってくるのか。ちなみに明日っていうか、まあ、今日、今は明日ですけど、今日フジテレビで副音声でザキヤマさんと好き勝手いう解説しますので、ぜひ皆さん聞いてください。ジャイアンツの皆さんもあれ89年でしたかね、3連敗4連勝ありましたし、まだ最後ね結果が出るまで分かりませんから、どういう試合になるのか明日注目してもらいたいし、ホークスファンの皆さんは明日ね一気に決めて念願のリーグ優勝日本一しっかりなるのか、2020年どういうエンディングストーリーが待つのか、皆さんねぜひ注目してもらいたいですね。ということで佐々木の2020年日本シリーズ第3戦総チェックでした。本日の試合、ソフトバンク対巨人、4対0でソフトバンク勝利、勝利投手ムーア、そして敗戦投手サンチェス、中村晃に3回裏ツーランホームランが出ております。ということで以上、佐々木智也総チェックでした。高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録は忘れずによろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは6時半かな、プレイボール。ここで告知です。11月27日金曜日、テレ東文化祭、午後8時から佐々木智也出演します。プロスピエースの対決もあります、詳しいことはですね概要欄に貼ってありますので、そちらから入ってですね、詳しい詳細を確認してください。ということで27日テレ東文化祭もお楽しみに。